銀座七重チャンネル。銀座クラブ七重、唐沢七重です。江口奈々子です。ママ、はい、今夜の質問は何でしょうか。ですね、今夜は今現在クラブで働いてる女の子が、はい、どうしたらママになれますかっていう、はい、そういう質問が来てます。もちろん売り上げが一定以上いかないと、はいはい、お店側からママになりませんかというご提示はいただけないんですけれども、はい、まあ、売上だけでもないですもんね。そうですよね。マメな女の子、そうですね、すごい、そういう子の方があれですね、うん、店からママにぜひなっていただきたいって思うのは、売上もちろんプラスアルファ、お店側に立って全体をやっぱり見てくれないと言いづらいですよね、こちらもね。そうですね。ママは何年前にママになりました。そうですね、年がバレちゃいますね。ちょっとサバ読んだかもしれない。サバ読んで25年ぐらいまでですか。約そのぐらいです。アルバイトで、はい、本当週1回おいしいもの飲めて、おいしいもの食べれてみたいな感じで、で、お金ももらえるのよみたいなことをお友達に言われて、そこからアルバイト週1回行ってきだして、でそっかすごい楽しくて、でお客様に常にこう連絡したりとか、はい、そういうのをやってるうちにもう夜の方にどんどん入ってったんですけども、ね、甘い言葉に誘われて最初は。そうですね、甘い蜜がね、はい、でそんな感じでやりだしていきなりもう、はい、ママになってくれるって私言われたし、うん、いやお客さん全然いませんよって、いや大丈夫大丈夫、君ならできるよって、それが最初だったんですね。じゃあだから私本当にいきなりママなんですよ、うん、そうなんですよね。ママをやられて、はい、でいい良かったこととか、悪かったことっていうか、つらかったこと、はい、そういったこといろいろあると思いますが、ママになるまで走ってきたので、そこでゴールかと思ってた気持ちがあったんですよね、どこかで、はい、でもなってすぐに思ったことは、はい、あ、これスタートだったんだなって、今やっと私はスタート地点に立ったと思ったんですよね、ママって大変なんですよ、皆さん。結構ね、ママってなんか羨ましいって思ってる女性、男性たちいらっしゃると思うんですけど、はい、大変なんです、はい、良かったことママどうでしょう。良かったことですか、うん、でも本当に私、はい、この仕事って出会えない方に本当に出会えるじゃないですか、うんうん、財産ですよね、私たちって。そうですね、はい、そう思えばこう振り返ると、はい、あ、こういったことが積み重なって良かったなと思うことがあるんですけどね、そうですね、水商売人生ほとんどママだったってことですね。そうですね、最初のちょっとだけが厳しいクラブ入って、もうすごいいろんなことありました。いじめられたりなんか ありましたけど、でママでも若いからすごいいろんなことありましたけど、でもそれなりに楽しかったですね。お客様も助けてくださったりとか、名古屋にね行ったまま戻られるんですけども、はい、これからもずっと同じように仲良くしていただけたら、はい、本当に嬉しく思ってますので、では今宵は、はい、今宵も銀座と錦でお待ちしております、はい、よろしくお願いします。